スノーマンが涙観客1000人以上の前で、ダブルダッチ、4ヶ月の集大成披露。スノーマン、ダブルダッチ、大会後に涙ついに放送となる、スノーマン9人が本気で日本一を目指すリアルドキュメント、ダブルダッチで日本一かくらせてください。2本の縄を使って行う、ダンスやアクロバットを取り入れた縄跳び、ダブルダッチの日本一を目指し、ガチで大会に出場する企画だ。ダブルダッチ初心者のスノーマン9人が、数々のトラブルを乗り越え本気で挑んだ4ヶ月に密着する。スノーマンが出場するのは、小学生、社会人まで約90組ものチームが集う、歴史あるダブルダッチ公式大会の地方予選。この地方予選を勝ち進むと全国大会への出場権が得られるため、日本一を目指すには地方予選での勝利が絶対条件となる。4ヶ月の間、初心者9人をサポートしてくれた、世界大会3連覇のプロダブルダッチチーム、レグ、スタイルが見守る中、ついに迎える本番。レグ、スタイルとエンジンを組み、いざ会場へ。1000人以上の観客の前で4ヶ月の集大成を披露する。そして、大会を終えたスノーマンの目には涙が。この夏本気で挑んだ120日間の結末は？